英会話がなかなかスムーズにいかないんですよという皆さんに、今日は必見、英会話がスムーズにいく魔法の方法を、今日からちょっとシリーズ化してお伝えしていきたいと思います。皆さん、英会話と聞くと英語力っていうのが一番最初に思いつくと思うんです。例えば語彙力だったり文法力だったり、私にはそれがないからできないって思ってる方が非常に多いんですけれども、実はそれだけが原因ではなくって、コミュニケーション力の問題でもあります。そもそも日本の言葉、コミュニケーションの文化と欧米の言葉、コミュニケーション力っていう、コミュニケーション文化っていうのは全く全然違うんですよね。なので、こう単語を一生懸命書いて覚えたりとか、あと文法を一生懸命学習したりとかしがちなんですけれども、それだけじゃダメなんですよ。それだけじゃ効果が出ないんです。そしてこの英語力を測るものがテストになるんですけれども、このテストっていうのはコミュニケーション力がほぼいらないんですよね。もう知識の確認っていう、それがテストになります。まあ、学生時代英語テストは良かったけど英会話となるとできないんだよねっていう方が、もうこれです。このギャップが、英会話がスムーズにできない原因となります。じゃあどうしたらいいのとなりますよね。はい、ということで今日からシリーズ化して、会話がスムーズにいく魔法の方法を、お届けします。まず一つ目は、一問一答で答えてはいけません。よく言葉のキャッチボールって聞くんですけれども、一問一答では続きません。例えば、What are you going to do this weekend? What are you going to do this weekend? と聞かれたら、皆さんだったらどう答えますか？ I'll go shopping. Oh. Okay. というふうに一問一答では会話が続かないんです。こうイメージとして、外国人の方ってすごくよく話すイメージありませんか？日本は特にあうんの呼吸とか、あまり多くを語らないことが美徳とされている文化です。なので多くを語ることがそもそも私たち日本人というのはとっても苦手なんですね。で、そこで実験をしました。うちの生徒たちにもう一問一答じゃなくって、もう最低でも3答ぐらい答えてくれないって、3分ぐらい答えてくれないと言いました。すると、 What are you going to do this weekend? I will go shopping. I will have lunch. I will study. Wow, many things.まあ、これもなかなか返事がしにくい、話が盛り上がりにくいっていうのも、ただ大まかに予定を言われただけなので、なんか人間味がないというか、ロボットみたいというか、なんか違う、なんか違うと考えてできたのが TDFC Conversation になります。これは一つのトピックに対して少しずつ掘り下げて詳しく言ってみようというカンバセーションのフレームワークになります。例えば、 What are you going to do this weekend? I will go shopping. Actually, tomorrow is my birthday, so I'm so excited. I will get a new computer, I think.というふうに、ここまで詳しく話をしてくれると、とっても会話がスムーズに、こう聞いてる方も質問しやすくなります。 What are you going to do this weekend? I will go shopping. Actually, tomorrow is my birthday, so I'm so excited.
I will get a new computer, I think. Oh, happy birthday! You said your computer is old. Ah, that's why. Great! ゼロから会話をどう続けていけばいいかなって考えるのは難しいけれども、この TDFC カンバセーションがあれば、このフレームワークに沿って、会話を当てはめていくだけでスムーズな会話ができやすくなります。 T はトピックですね、今日何々だったんだよね、大きい大きいこのトピックをまずお伝えして、 D がディテール、ディテールはこう詳細ですね、それについての詳細を言ってください、トピックについての詳細を言ってくださいね。そして F がフィーリングで、自分の感情を、自分がどう思ってるかとか、そういうところを付け加える。そして C がコンクルージョンで、まとめになります。このまとめはクエスチョンとかでも大丈夫ですよね。How about you? とかっていうクエスチョンで返しても大丈夫ですし、さっきみたいに I will get a new computer っていう感じで、締めてもいいですし、このまとめだからどうなんだよとかって That's why とかでも使ってもいいかなと思います。もちろん全てが TDFC の順番ではなくって、時には TDDDF とか、時には TDC とか、時には TFDC とか、ずれたりはします、応用でずれたりはしますけれども、基本的にこの流れで、トレーニングをしていただくと会話がこうスムーズに出てくるようになります。ただこれ本当めっちゃ難しいんですよ。トレーニングをしていかないと難しいです。すぐにできる方っていうのはなかなかいません。実際に私の生徒さんたちは、TDFC を使ってカンバセーションの練習トレーニングを日々しています。 I feel like a lucky person. I'm healthy and have a job, have a family, and also I have this.っていう感じで、こう繰り返し繰り返しトレーニングをしています。そしてオールイングリッシュでのフィードバックを。It makes me happy and I'm working hard for my future. I'm lucky.という感じで、トレーニングを皆さん必死にしております。そして初心者向けの TDFC トレーニングは私の無料動画の4日目でご紹介しながら、トレーニングをしておりますので、もしご興味がある方は、無料レッスン登録していただいてチャレンジしてみてください。さらに8月5日日曜日東京で、レッスンを行います。2本立てになってまして、1つは発音塾リリース記念に発音トレーニング2時間と4時間の英会話トレーニングレッスンをしていきたいと思います。この4時間の英会話トレーニングレッスンでは TDFC カンバセーションもちろん練習していきます。生レッスン、生トレーニングをしていきます。もしこの動画が役に立ったという方は Give me thumbs up、 はい、お願いします。そしてチャンネル登録もお願いします。 Don't forget to subscribe my channel。 次回はこの TDFC カンバセーションを使いながらさらにスムーズにする方法をお伝えしていきたいと思います。それでは I'll see you next time. Bye bye.